なり順位上げてきたんじゃないですかね、はい、ストレートで。15番が、中島悟です。まあなかなかトップグループは速い、それからあの中段からちょっと後ろのマシンはタイム的にも少し遅いんで、そのマシンをかき分けかき分けいく、そうですね、なかなか大変だと思います、やはりこの前が見えないっていうのがね、はい、一番ドライブにとって苦しいんですよね、相変わらず雨は降り続いています。この富士スピードウェイ、和田隆夫のマシンです。そしてその直後にこの15番中島悟、まあ、中島はここまで、この GC は3回優勝していますが連勝は1回もありません。そうですね、彼もねこういう一番後ろからのスタートっていうのはね GC で初めてなんですよね、はい、だからかなり慎重には走ってるんですね。宮澤さん、はい、中島選手なんですけれども、ウォーミングアップが終わってピットに入ってですね、やはり完全に治ってはいないと、右コーナーと左コーナーでちょっとステア特性が違うんだけれども、ただまあ思っていたよりはいいんで、まあかなりまあそういう意味じゃ表情は明るかったですけれどもね。そうですか、はい、昨日はクラッシュした後僕は余裕でもってね予選やんないんだよなみたいなことで、ね、言ってましたけど、しかしそうしますとあれですね、まあ、表情も明るいということですから、この後の追い上げはどこまでいくか見ものですよね。そうですね、これで松本がどのくらいのタイムで走ってるかですね、はい、先頭松本、第2位が星野、その後は高橋国光です。そして長谷見、萩原、こういったところが今続いています。やはり星野とも話しましたけどね、かなり今回落ち着いてね、状況をゆっくり見ながら、そのとにかく走れば勝てるだろうっていう予測立ってましたんでね、はい、前半はあまり飛ばさないみたいですね。あ、もう星野選手のパターンですと本当はでもスタートからどん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 行ってっていうのが、ね、そうですね、のパターンですけど、もうぶっちぎりっていうことしかなかったんですけどね、最近はかなりこう自分をかなりコントロールしてますね、はい、先頭松本、第2位は星野和義です。富士スピードウェイから富士グラン250キロレースをお送りしています。一段と霧が濃くなってきたんじゃないですか。これはコーナーでスターになる、コーナーの E が 340E が新登場。ブリッジストーン、ファイト！リプタンス！肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 わしのマークの対象製薬の製品です。何ですか？ボーナスで期日指定定期のこと。何ですか？国債のこと。何ですか？どんなこと？気軽に何でもご相談、あなたの都市銀行。この子の誕生の秘密はメルボルンから始まった。卵子の提供者は直ちに親の気持ちを捨ててください。セゾンスペシャル受胎の森、14日夜10時。湿気とカビをクリーンアウト、日本中の湿気取り、すさまじい水しぶきと霧の中のレースになりましたね、まあ、前が見えないドライバーどうするか、横の景色を見ながら自分の位置を確認するんだそうです。さすがプロですね。さておなじみ増井明さんの F1 情報です。歴史と伝統の街、風光明媚なモナコで行われましたシリーズの第4戦、モナコグランプリのリポートです。第3戦までのシリーズポイントはロータスのアンジリスがトップで、気になるホンダ勢ではマンセルが現在7位と、検討しておりますが、増井さんのモナコからのリポートです。皆さんこんにちは、増井明です。今日は地中海沿岸のコートダジュールにあるモナコに来ています。モナコグランプリは公道で行われるレースとして、世界的に有名であり、
今年43回目が開かれようとしています。コースは上下急カーブが多く、そのためシフト数が非常に多い、ドライビングテクニックを非常に要求される、その差の出るサーキットといえましょう。ウィリアムス・ホンダがこのところポルトガルサンマリノと5位に2連続入賞して調子を上げていますし、3戦終わってコンストラクターズ得点が6位と健闘していまして、今後は期待されますが、チーム監督のハジさんにインタビューしました。ポルトガルのグランプリ、サンマリノのグランプリとナイジェル・マンセルが入賞を続けて5位にして、チャンピオンシップがすでにモナコの前にして、7位になっているんですけど、大変に調子がいいようなんですけど、エンジンを主体に、マシンのことをちょっと説明いただけますでしょうか。あ、そうですね、まあ、彼はウィリアムズ本来今年初めてなんですけど、まあ、車体またエンジンの特性ですね、その辺に、まあ、3つのレースが終わったんでですね、その、まあ、慣れたというか、その車体とエンジンに馴染んできたような気がしますね。このレースが、うまくいって表彰台に、どちらかのドライバーまたは2人が乗れるといいですね。期待をしています。まあ、いつもそれはもう我々はいつもそう思って頑張ってるんですけど、まあ、なかなかうまくいかないですね。どうもありがとうございました。さて、本番のレースの方はロータスのセナがポールポジション、ホンダのマンセルは2位という絶好のポジションからのスタートです。スタート直後ですが、後方の方で早くもイエローフラッグ、黄色い旗が振られております。後方でアローズのベルガーとルノーのタンベイが接触事故を起こしてしまいました。スタート早々ですが、早くもリタイアするマシーンが出てしまいました。ポールポジションから飛び出したセナは序盤好調にトップを守っていたものの、14周目にエンジントラブルを起こしてリタイア。代わってフェラーリのアルボレートがトップに立ちます。さて、これは17周目ですが、アルファロメオのパトレーゼ、ブラバムのピケットが接触。ピケットの車はガードレールに激突して後ろのサスペンションを破損しました。激しいクラッシュでしたが、幸いドライバーは2人とも無事だったようです。このモナコのサーキットは、まあ、街の中のコースということで非常にタイトなコースだけに、ちょっとした競り合いからトラブルが起きてしまいます。パトレーゼがピケットを抜こうとして接触したようです。見た目には大変派手な事故なんですが、ドライバーは全く無傷でありました。さて、レースの方はフェラーリのアルボレートとマクラーレンのプロストが凄まじいデッドヒートでトップ争いを繰り広げました。しかし33周目、アルボレートはタイヤ交換でピットインしたためにプロストが独走態勢に入りました。1戦目のブラジルグランプリに続いて今シーズン2勝目を挙げております。チェッカーフラッグを受けました。注目のホンダ勢ですが、マンセルはレースの中盤スピンして交代、ロズベルグも途中タイヤ交換で遅れて惜しくも7位8位という結果に終わりました。続いて二輪の世界選手権ロードレースの 500cc 第4戦をご覧いただきます。先月の26日イタリアのムジェーロで行われました。ファーストフレディのニックネームを持ちますホンダのエースフレディ・スペンサーがヤマハのローソンと激しい競り合いを演じましたが、結果的には9秒25という大差をつけて快勝しております。これが結果です。レース中に拾った派手な事故のシーンをいくつかご覧いただきますが、ライダーたちも無傷というわけにはいかないんでしょうけれども、それでも大きなダメージはないようです。本当に大丈夫なんでしょうか。一方、今月の2日にオーストリアのザルツブルで行われた第5戦、ヤマハの平忠彦、ホンダの片山隆純が出場、平は9位に入賞と健闘を見せました。
次にウェック世界耐久自動車選手権の第3戦です。先月12日イギリスのシルバーストーンで1000キロレースが行われました。ワークスポルシェのイクス・マスミおなじみのペアですが優勝。日本から参加したグループ C2 の松田の片山よりの組、寺田ケネディ組が共にリタイアとなってしまいました。結果はロスマンポルシェがチームポイント20点を上げてトップ、2位には5ポイント差でクレマーポルシェがつけています。これが第3戦の結果です。さて GC の第2戦中盤終わって、これから終盤に差し掛かろうというところですが、雨も上がって路面もだいぶ乾いてきたようです。タイヤとの兼ね合いが大変難しいレースのポイントを握るのではないかと思うんですが、それではまたスピードウェイからお楽しみいただきましょう。